モーニングジャム。3、4、おもろい家族パート2。この時間は格安カーリースのサンネットワーク、福岡の美味しい魚を全国へ、あきら水産、あんずお肉の工場直売所の提供でお送りします。さあ12時になるとモーニングジャムはおもろい家族パート2、おもろい家族のメッセージ紹介しております。はい、今週も大賞に輝いた方には糸物語冬のおすすめセット6000円相当プレゼント。まあね、糸物語という牛乳が美味しいですから、はい、その牛乳で作る飲むヨーグルト、飲むヨーグルト甘を食べるヨーグルトプレーン、最高です。そこにミルクジャムと甘をいちごソースをセットにした一品だっていうことで、欲しいとおっしゃる方はぜひおもろい家族にメッセージお寄せください。じゃあね、今日はそうだな、こちら男性の方からいただいたおもろい家族から紹介することにしましょう。和久さんですね。中地あっちゃん、こんにちは。こんにちは。先週かんぽっくりの話が届いてましたよね。私もかんぽっくりについては面白い経験があるんです。40年ほど前、まあそうですね、このかんぽっくりっていうのはね日本が貧しかった時代、日本が貧しかった時代っていうのも変ですけれども、工夫していましたね遊びにそうですね、君もそこを生き抜いた世代ですからね、まあ、豊かになり始めた時っていうところですけれども、まだまだやっぱこういうもので遊んでいた、はい、40年ほど前町内の運動会での出来事、競技の一つにメドレーリレーというものが行われていました。一人目がかんぽっくり、二人目は自転車の車輪転がしもう全部再利用ですねいいな3人目はソフトボールをラケットに乗せて走る、そして4人目がネットくぐりとはしごくぐりというよくある競技。実はかんぽっくりの前は、竹馬だったんですが、当時の子供たちでも竹馬に乗れなくって転んでばかりで競技にならなかったんです。あ、なるほど ね、 ね。それで翌年かんぽっくりに変更。その時母は準備の役員をしていたんですが、空き缶を集めるためパイナップルを大量に食べたと話をした。だからかんぽっくりっていうのはね、そのある程度の、はい、ね、重さがかかるっていうことですから、はい、強度がないとダメだ。そうですよね、っていうふうに言われていたんですね、はい、なので、うん、ある程度の強度の缶詰となるとやっぱりあのフルーツ缶がね、やっぱあの硬いっていうことで使われていたんです、はい、そして競技の当日、予期せぬ出来事が起きました。みんな缶を倒さないようにそろそろ歩いていたところ、ある選手が小走りしたもんだから缶を倒して踏みつぶしてしまい、踏みつぶしたまんま走っていったんです。あら、そう、潰した缶を足の裏側に貼り付けたような感じそうなると普通に走るのと大して違わない。それを見た他の選手もわざと缶を踏みつぶし始めて走っていくようになりました、はい、競技は予選を含めて数組行われたんですが、以降誰も缶ぽっくりとしての体をなさず、潰れた缶を踏みつけながら競争ということになってしまったんです。で、翌年さらなる予期せぬ出来事が起きました。なんと缶ぽっくりを前年に踏みつぶされたっていう委員会の悔しさがあったんでしょう。缶の中にモルタルを充填していたんです潰れないように。そしたら潰れないのはいいんですが、重たいし走ろうとして缶を倒してしまって、その缶の丸いところに足が乗っかってしまって転倒する選手が続出。後から聞いたところによると捻挫をした選手もいたとか。本気になってしまう人がいるんですよねこれは本当なりますよねその翌年は自分も高校生になって参加しなくなったので、かんぽっくりの競技がどんな風に進化したのか知る由もありませんが、どんな風に進化したのかな、今となっては懐かしい貧しい当時の日本の貧しいっていうか、40年ぐらい前は高度経済成長期で、そんなこと誰も思わなかった。そうですよ、かんぽっくりなんてね、うん、これが恥ずかしいとは誰も思わなかった。全く思ってなかったです。楽しかった。あ、そうですか、はい、
い、コンポクリやってましたか。やっててこれで学校に行きたいと思ってたぐらい2キロある距離の学校にそうですか、はい、それで学校行けばよかったじゃないですか怒られてね親からやめなさいうるさいでしょって言ってでもなんかね、あの今どうなんだろうな、ほら子供たちがさ、はい、そういうのでわーっと遊んでる風景見るとなんとなくホッとするじゃない、はい、だから、まあ、例えばね、うん、20年ぐらい前だったらさ、うん、あの一輪車やってるとかさ、ローラーブレードやってるっていうのでさ、うん、あの子供たちがわーっとこうなんかね、はい、あーだこうだ言いながらやってるのを見るとなんとなくホッとするっていうのがあったんですけれども、うん、今はなんかそういうのをね、うん、あんまりやっぱりね見なくなりました、見なくなったっていうのは寂しいよな、ね、なんか子供たちがわー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 言うね、はい、あの声っていうのがすごくなんかね、あの響き渡ると賑やかになるのに、ですよね、うん、まあ、最近はね音がうるさいとかなんかいろいろあったりするのかもしれませんけれども、うん、さあそれからね、こちら男性の方からいただきました。中島ちゃんこんにちは。こんにちは。いつもおもろい家族を車運転しながら聞いてます。ありがとうございます。世の中まあ面白くてとぼけた人がいるもんだなとつくづく思いますが、実は私もかなりの回数ドジを踏んでて、人のことをとやかく言う資格はないことをまずお断り申し上げます。実は一昨日もやらかしました。朝から晴れてて暖かく風もなかったんで、久しぶりにサイクリングに行こうと思って準備を始めたんです。妻はおにぎりを握ってくれて、さあ行こうかとマウンテンバイクを出したところ、なんと後輪がパンクしているではありませんか。パンクしていてはいくら私でも自転車に乗ることはできない。やっとパンク修理剤を見つけて作業開始。パンク修理はお手の物。作業しながら途中でパンクしたら大変だった、よかったよかったと手順よくはかどって10分ほどで完了。妻も途中でなくて本当によかったねと言ってくれました。そう、それは2年前の事件のことを思い出したからです。私は自転車でいつも筑後川河川敷にあるサイクリングロードを原鶴温泉まで片道1時間ほど走って、柔らかい芝生の上で休憩し家に帰ろうと自転車にまたがったところで、なんとタイヤの空気が半分ぐらいに減っているではないですか。これはどえらいことだと、早く帰らないと走れなくなると疲労を急ぎました。しかし無情にも空気は抜け続け、ついには押して帰る羽目に。途中からだんだん日が傾き始め、この分では自宅にたどり着くのは夜になる。文字通り目の前が真っ暗になりました。この日は携帯もお金も持って出てなくって、水分補給の水もない状態。ようやく近くのコンビニまでたどり着いて、訳を話して店内にある電話機を借りて家に電話しました。たまたま休みだった娘に車で迎えに来てもらって窮地を脱しました。コンビニの店員さんには丁寧にお礼を言って、買わなくてもいいようなお菓子や飲み物をたくさん買って帰ったらまあね、何か買わないとっていうことですよね、うん、あんたアホだねと言われて、それを思い出したんです。今日はもうその鉄は絶対に踏まないぞと持ち物をチェック。非常用の千円札をスマホケースの間に入れて、リュックの中には愛妻弁当とウィンドブレーカータオルと準備万端で出発しました。20分ほどで橋を渡って土手を降り、サイクリングロードに到着。途中ウグイスの鳴き声を聞きながら、え、ウグイス？それはなかろう、もう冬だぞ。しかしその先でも合計4箇所の雑木林の中から聞こえてきたんです。あまりにも暖かかったんで春と勘違いしたのかな、おまけに大安だしと鼻歌を歌いながら久留米方面に快調に飛ばしていきました。やがて久留米の夢タウンの横に到着。さあお弁当と思った途端、後輪からものすごい勢いで空気がピスッと漏れ始めたんです。なんと、嘘でしょ、そんなはずない、今日は大安だぞ、冗談やめてくれ自転車を降りて確認すると間違いなくパンク。一気に全身の力が抜けてしまいました。おにぎりを食べながらどうしようと思案中、夢タウンの中に自転車屋さんがあるのを思い出しました。早速土手を乗り越えて店内に行ったところ、なんとだいぶ前に店を閉めたとのこと。近くに自転車屋さんがあるっていうふうに丁寧な説明を受けて、じゃあそこに行こうっていうことで、そこでパンク修理してもらったら
っていうかしてもらおうと思ったらなんと1050円とのこと。私が持っているのは1000円。50円足りないんですすみませんと言ったらガンとして受け付けてくれない固くなに受け付けない。台車だったらお貸しできますよでもそれで帰ってまた持ってくる。ブツブツ言いながら気を取り直しサイクリングロードに自転車を押して戻りました。いやー大変なサイクリングになりました。皆さん持ち物はちゃんとしましょうね。モーニングジャム